はい、なんかこういうことやってくださいみたいなのを僕らは答えるという、はい、なるほどね、世田谷区19歳フリーターのね男の方から来ております、はい、ありがとうございます。ペンネームはですね、あと海年隊さんからです。面接らしいですね。面接らしいね、はい、ですけども。何ですか、大食い番組へ、はい、よく登場するんですね、はい、神楽坂飯店のジャンボ餃子ですが、僕が知る限りテレビでも僕の周りでも完食した人を見たことがありませんと。はいはいはい、どうしても見てみたいんで、はい、オードリーさんチャレンジして完食してくださいということですね。なるほど、ジャンボ餃子を。ジャンボ餃子、はい、そこですよ。あ、ここですか。ありました、神楽坂飯店さんね。うわあ、これこれだね、これ。うん、来てるんですか。いいね。うわ、いや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 、こ、あ、私が。あ、うわいい、ね、ちょっと笑ってるじゃないですか、店員さん。それでは、完食を見届けてください。用意、スタート。もうほんとすごい勢いでね、入っていただいて、うん、まずこう切ってみましょうね。うん、いっちゃってくださいよ。うん、うまいね。まあね、まあそうでしょう。非常にうまい。美味しい、やっぱり、うん、うまいっすよ。あ、ちなみに春日さん9600円、うん、支払いが今日できない場合ですね、うん、ギャラから引いておくということなんですね。はい、食べるんですか。そうです、そうです、すいません。一応言っとこうかなと思いまして。いらない情報だったね。はい、うん、すいません。食べればいいんだから。はい、もう3分で確実に口数が減りましたね。まあね、そうでしょうけどね。まあまあ、あ、食べ方変えましたね。お皿に入れて。そうですね。はい、うん、はい、どうですか、まだいけますか。まだ全然いけますよ。あんまり話しかけないでくれっていう時は言ってください。あ、もう頭から思ってましたけどね。初ため息ですね。8分12秒で初ため息出ました。もうでも60分なんでね。あ、あ、ちょっと待ってください、はい、ちょっと置いていただけますか。すいません、うっかり目を離していましたけども、大食い早食いのコツというのがあるんですけども、私今ラー油を取った春日さん、水を取った春日さん止めたのはそういうことなんですよ。なんですか。はい、まずですね、コツその1、水を飲まないね。危なかったですよ、僕止めてよかったですよ。いや、水飲んだら食えるよ。いやいや、大惨事なんだ。そしてその2 いや、そんなね、アタックもいらないよ。ごめんね。いやいや、そんなごめんね、ごめんね、うん、見てる人早送りしちゃう。ごめんごめんごめん。醤油をつけないね。そして辛いものを取る。ラー油、醤油はダメだけどラー油はいいってことですね、うん、ラー油は大丈夫ですか。ラー油は許可します。あ、そしてお酢をかける。酢いいじゃないですか。じゃあお酢もこちら、じゃあ春日さんにアイテムとして。はい、でも大丈夫ですか、この時点で。醤油はダメなんですよ、使っちゃう。醤油はダメでしょ。春日さん、はい、もう40年この、大食いの餃子、2.5 キロやってるんですけども、うん、40年間で達成できた人の数が20人です。だいたい2年に1人という計算。ちょっと、いや、はぁじゃなくてリサーチしといてくださいよ。うん、しかしですね、うん、その食べきった20人の方、すべて素人の一般の方なんですよ。なのでこれを食べきったら芸能界初の 2.5 キロ食べきりの男ですよ。すごい称号じゃないですか。春日さん、これ春日さん、潜水は芸能界何位でしたっけ。2位です。芸能界に潜水、芸能界に、うん、餃子 2.5 キロ前人未到1位ですよ。真っ先ですよ。もう食い終わった時点で売れるな。多分売れますよ。オンバトに落ちた時の顔してる。どうしたんすか。落ち込ん、なんでこんなところで、あ、見て落ち込んだんですか。
組で、よく登場するんですね、神楽坂飯店のジャンボ餃子ですが、どうしても見てみたいんで、最後にチャレンジして完食してください。食べる？そうです、そうです、すいません。3分で確実に口数が減りましたね。あれ、オンバトに落ちた時の顔してる。どうしたんですか？落ち込ん…なんでこんなところで…あ、見て落ち込んだんですか？これはすごいなぁ。春日さん、こちら見てください。面接をスタッフさんからの愛です。先ほど言いましたけども、辛いものを取るコツね、大食いのコツ、極辛の豆板醤を差し入れしていただきました。ありがとうございます。入れましょうか、これ。愛です、これが。自家製マッチ、言ってください。いや、優しいですね、赤いところ、ね、うん、うん、これはもうね、非常に極辛ですよ、ね、もう辛すぎて、鬼が。いや、こんなことちょっとやらさないでくださいよ、時間ないんだから。誰も得しないっすよ。あ、限界だ。あ、ちょうど半分、30分で限界だが出ました。春日さん、また愛が届きました。神楽坂飯店の店員さんからの応援メッセージが届きました。やった、どうぞお願いします。春日、早く食え。ありがとうございます。嬉しいなぁ、嬉しいなぁ。春日、早く食え。春日、早く食え。いやいやいや、インナーパークのさ、まず春日って呼び捨て。18分ってことは、いいか、食い切るよ。おお、いや、嬉しい、その言葉聞きたかったよ。もうちょっとゴールド負けの感あったから、全然。おい、けこれ。いけこれ。ほら、これ映んねえだよ。よし、春日さん、ラスト10分は、どんな手を使っても OK です。じゃあ若林さんも一緒に、僕食べると終わっちゃうんですよ、失格で。どんな手を使ってもいいって言ったじゃないの。早く、もう10分しかないから、もう食え、とにかく。もう喋んな、一切、10分絶対喋んな。いけ、もう手止めない、もうとにかくいけ。飲もう、ごくんって。はい、飲んで、飲んで。飲んで。そういう間とかいらないから、テレビ的なこともいいから。待ってないんだから、カメラだって。早く、早く。と思えってことだよ、飲めよ。お願いします。よし、俺のあれだ、楽に。じゃあな、俺も豆板醤ブースは。俺は豆板醤ブースは作ろう。だから、すいません。あっ、あっ、どうした。なんか店長呼んでましたよ、下で。それだ、カズ、あと40秒、カズ、あと40秒、口の中入れるぞ、頑張る。あ、痛い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 。あと20秒、あと口の中入れよ、これ。もう20秒、15秒、口の中入れよ、早く早く。え、何でもいいから。10秒、19、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。残念ながら完食ならずでございます。これ敗因なんですかね。なんか15分経ったぐらいのとこでもうキャラ全然変わってましたもん。そんなことないですよ。すいません、会計9600円。
タイミング違うんだよ。強制的に9600円払っていただきます。まだ食えますけどね。でも全然9600円ねえじゃん。なんだよこれよ。じゃあギャラから引くっていうことにねなりますか。すいません本当に、あと海綿隊さん巨大餃子ねどうしても完食したところを見てみたいということでしたが見てくださいこの状況。残念ながら要望には答えられませんでした。申し訳ございません。春日さん、阿藤さんに一言よろしくお願いします。うんとごめん。ということで、春ボーイ若ちゃんのハガキコーナー以上でした。ありがとうございました。できるよ。